海のきくらげ、かっこみのこチャンネル。はい、くらようございます。海のきくらげ、かっこきのこです。フォロワー様をお椀に集めてクラゲになるのが夢です。よければ Twitter のフォロー、 YouTube のチャンネル登録、あと高評価などもよろしくお願いします。というわけで本日は8月12日金曜日の朝モンハンですね。でただいまの時間は18時間16分です。では今日も始めてまいりましょう。8月12日、これ今日は何もないか8月11日、昨日がね、一応山の日だったらしいですよね昨日山の日でしたね。あの動画撮る前は覚えてたんですけど、撮り始めてから忘れちゃって話題にしようと思ってたのにな、すっかりね忘れてましたどのクエストに挑まれますか？で今日は何にしようかな。昨日は毒毒毒をしたので、で今日はこれ、これね、なんか2匹倒すから大変そうなんですよね。ちょっと面倒そうだなと思ってる面倒くないのかな、これ。これちょっと親子の糸、これ行ってこようかなと思います。クエストえい、たくさんあっていってらっしゃいませ。海の日があって山の日があるじゃないですか。あとのなんとかの日ってないですかねいつものでいいか後のね、なんとかの日もね、増やしたらいいと思うんですよね。あとなんだろう、休日、祝日になりそうなの。団子の日団子の日はないかな。でもね、もうちょい増やしてもいいと思うんですよね。海、山できたら次、あるとしたら川の日川の日と谷の日ですかね義援万丈。なんか4種類あると良くないですか。ほら今の紀元万丈じゃないんですけど、海、山、川、谷みたいな ね、 ちょっとね、あの川の日、谷の日をね増やしていただきたいどこに頼めばいいのそれはどこかな。なんか祝日とかを管理しているのってどこなんですかね。え、この辺？よろしく、ゆうきりんりん。え、どれが目標の敵？お？どれ？えこれ、この白っぽい丸、なんか転がるのが来る。つけ火ばきってどれ、これ合ってる？これで合ってるの？あ、合ってる。無駄にはしません。無駄にはしません。じゃこのつけ火ばき、うお丸いけどね。君も丸いんだけどね、ちょっと違う丸いやつかな。どうしても骨拾っちゃうあれ、つけひばき1個しかいない。
あ、もう大きいのが暴れるから逃げちゃったんですよ、これ。じゃあ、やっぱね、キクラゲもね、ちょっと逃げるが勝ちなんだね。スタコラさっさと行きましょう。こっちじゃないかな。こっち？こっちの方？こっちの道にまっすぐ行ったらいそう。お、今の何？今の何の技？初めて出す技なんじゃないの？そうでもないか。何回かたまにやっちゃうやつかな。あれどうやって出すんだろう。ぶら下がり健康器的な。これがつけ火鉢。いっぱいいますね。これ倒すだけか。つけ火鉢さんのなんかドロップとかじゃなくて倒すだけでカウントされるんですね。なるほど。10分の4。これで10分の5匹半分ですね。で、一応回収を無駄にはしないように回収させていただきたいと思います。無駄にはしません。無駄にはしません。ではこれとどれを取ったかわからなくなってきた。頂戴します。これ前回のクエストよりもいっぱいいそうなのでね、これはそんなに苦労せずに終わりそうな雰囲気ですね。次はどこにいるかな。あ、見えました。降りて攻撃。これで6匹目、回収させていただいて、おーっと避けられた。これが7匹目。回収。あとはどこにいるかな。この辺の近場にはちょっといなさそうなので、またちょっと移動していきましょう。ん？どっち？こっちかな。あ、ここに1匹。よし、これであと残りが10分の8匹倒したので2匹。これ10分以内に終わらない？これどうだろう。10分以内に終わりそうな雰囲気も出てきたな。あと2匹だったらワンちゃんいけるのでは。この辺にいれば。いる？いない。なんでいない。高さが違うのこれ。どうやったらいるんだろう。あ、いた。これでなんとかなる。あと1分以内に終われば当たらない。落ち着いていこう。どうだ。あー、倒した。今日は早かった。あれ、あと1分で里に戻ります。今ね、9分半超えてるから、もう
これであと1分ここで待っちゃうと、その待ち時間で10分超えますね。惜しかったな。もうちょっと早ければな。回収させていただきます。なんかあの犬とかがめっちゃ好戦的。いいよ、もう倒さなくて大丈夫よ。大丈夫だよ。頂戴します。無用な殺生はね、避けましょう。あ、10分超えてる。いやー、もうちょっと早ければな。ドヤ顔、ドヤ顔のデネボヨちゃん。はい、というわけでね、帰りましょう。あー、もうちょっとだったー。はい、というわけで皆様、本日も見ていただいてありがとうございます。最後に自己紹介をして終わりにしていきたいと思います。立ち位置が決まらない。はい、私の名前は海のキクラゲかっこキノコです。フォロワー様を5万人集めてクラゲになるのが夢です。よければ Twitter のフォロー、 YouTube のチャンネル登録、あと高評価などもいただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。本日は見ていただいてありがとうございました。おかげさまでまた一歩クラゲに近づけた気がします。また次の動画でもお会いできたら嬉しいです。それでは皆様、おつくらげでーす。今多分12分ぐらい。